ルッチェーロ2世は、シチリア博、後に、シチリア王、オートビル長の祖。シチリア博ルッチェーロ1世の息子で、兄、シモーネを継いで、シチリア博となったが、1130年に、初代シチリア王となった。1127年に、一族のプリッティアデコー、グリエルも2世が没すると、ルッチェーロ2世は、その相続を主張し、ナポリ、シチリアを支配した。 1130年9月に対立教皇アナクレトゥス2世からシチリア王位を授けられた。しかし、ローマ教皇インノケンテウス2世を支持するローマ皇帝、ロタール3世がイングランド、フランス、ギリシアの支持を取り付け侵攻してきたため、その後10年間にわたりこれと戦うことになった。1137年までは、形勢不利でプリッテア島各地を失ったが、 ロタール3世が帝国に戻った後に巻き返し1139年までには大部分を奪還した。アナクレトス2世の死後、インロケンテウス2世と和解し1144年にシチリア、ナポリオイを認められた。シチリア王国はイタリア人、ギリシア人、アラブ人、ノルマン人、ユダヤ人等が民族的、宗教的寛容により言わした。 多民族国家であり、地中海の支配権を握って、ヨーロッパの強国の一つとなった。1147年の第二回十字軍の際には、ギリシアの支配を狙ったが果たせず、1154年に死亡した。死後、王位は、息子のグリールも一世が継いだ。オートビル朝の章は、進んで東方の文化を取り入れたが、初代シチリア王たるルッジェーロ二世も、例外ではない。彼は、 アルイドリーシーに命じて世界地図を作らせるなどした。また、アルイドリーシーは、ルッチェーロ2世の晩年期にこの地図の解説として、ルッチェーロの書と呼ばれる地理学書を執筆したが、アラビア語で書かれていたため、もっぱらイスラム教圏で広まった。1117年、カスティーリアアルフォンソ6世の娘エルビラと結婚。ルッチェーロ3世イプッテデコー、タンクレーディの父。 タンクレイ・ディバーリ、ターラント領主、アルフォンス、カプア、ナポリコ・グリエルも一世、エンリーコ・アデラシア1149年、ブルゴーニュ・コーユーグ2世の娘シビラと再婚。エンリーコ・コ1151年、ルテル・ハク・イティエの娘・ベアトリーチェと再再婚。コスタンツァ神聖ローマ皇帝、ハイン・リヒロクセイと、結婚。ありがとうございます。